平野翔夢の追求に失敗はつきものデジタルハリウッド大学 CM での独自のメッセージ。ってことなんだとそれを実際、行動で示している翔くんだからこそ意味を持つ言葉自分の真は揺るがないそれが、やりたいことをやる。平野翔がデジタルハリウッド大学の特別なテレビ CM に登場し、夢に向かって進む人々に向けて独自のメッセージを発信して話題を集めています。 彼の明るい笑顔と前向きな言葉は多くの人々に勇気と希望を与える一方で失敗を恐れずに夢を追求する重要性を訴えています本記事では平野翔の CM 出演やインタビューから彼のメッセージについて探ってみたいと思います2月16日に全国放映されるデジタルハリウッド大学のテレビ CM には平野翔が夢に悩む後輩の相談に乗る先輩役として登場します 彼は相談を持ちかけた後輩に対して、本気で夢を追って、簡単じゃない途中で諦めたくなる瞬間が必ず来ると告げつつ、失敗してもその夢を実現できれば最高だと伝え、一歩踏み出してみて、とエールを送ります。この CM は、夢を追う人々に向けて、自分の道は、自分で選ぶしかない、というメッセージで締めくくられます。さらに、CM 映像は Web 上でも公開され、 平野のインタビューやメイキング映像とともに視聴可能です。そして東京・渋谷では2月27日から3月14日までの期間限定で屋外広告が掲示される予定です。デジタルハリウッド大学は平野についてみんなを生きるな。自分を生きようをリアルタイムに体現されているこのメッセージを笑顔で明るく伝えられる唯一無二の方と評価しています。彼自身も 選択が難しい場面でも、自分のこだわりを持って、自分のやりたいことをやろうとメッセージに共感を示し、若者だけでなく、人生の選択に悩むすべての人々に向けてエールを送っています。平野のコメントでは、本気で夢を追うことや、みんなを生きるな、自分を生きようというメッセージについての感想、そして夢を追う人々への助言が語られています。彼は失敗を恐れずに挑戦し、 トライエラーを繰り返すことの重要性を強調し、本当にやりたいと思うことをやってくださいと呼びかけています。平野翔のデジタルハリウッド大学 CM は、彼の前向きな姿勢と夢への熱い思いが詰まったものです。彼のメッセージは失敗を恐れずに夢を追求する勇気を与え、多くの人々に希望を与えています。彼の言葉は若者だけでなく、 人生のあらゆる場面で迷う人々にも響くものであり、彼の活動はこれからも多くの人々に影響を与え続けることでしょう。誰かと自分とを比べてもね自分の人生だからさ自分のために生きることの大切さ。